お笑いの冬は何と言いましても皆さん方に美味しいあんこを召し上がっていただきながらお笑いで楽しんでいただこうというようなこと、非常に盛んになってきているところであります。あんこによってですね、我が町の観光振興が図られているということで、あんこに感謝をまた申し上げながら、今日はそういう儀式を執り行って、よりお笑いが冬の風物詩として大いに多くの皆さん方にして親しんでいただき、観光の振興が図られるように、祈っているところであります。あんこうの七つ道具のいわるは、皆さんにはご承知の通りと存じます。あんこうは身はもとより皮、臓物し、骨すら食べられる、捨て身のないすこぶる経済的な魚でございます。皆様ご存知の通り、あんこうは 80% が水分であると言われています。いかに大葉な板でありましょうとも、つかみどころのないこのあんこうを素手を使わず、まな板と包丁刀のみでさばくことは至難の技でございます。この星の星にあんこうの七つの宝を置き、北斗星座の形に置き換えてみたのです。豚狼は上身、顧問は皮、六三は友、門獄は布、卵巣です。連長は水袋、武国はエラ、破軍が肝。これを祀れば天災地変を未然に防げるものとして、北斗曼荼羅を本尊とした事実を日蓮聖人は異文の中に書き残しており、法華経の守護神として有名な話でございます。消したけど間に合わなそうだったんだよ、急遽社用携帯。観光協会会長石井東一郎様、高明様、方丈式っていうのはもう1500年近く昔からこの神事ごと感謝祭を続けてきたわけですね。これが我々その調理人にとって最高のパフォーマンスなんです。でそのパフォーマンス、最高のパフォーマンスを持ってあんこに感謝をしたいっていうのが我々の気持ちを表しているわけですね。いつも料理してるけれども、やっぱりね、気持ちを込めてとか感謝してとかやらなきゃいけないんだってちょっと思います。